さん、よろしくお願いします。すみません、ワードプレスの 3.6 の新機能的なところという上で、なんかこの間喋ったのの使い回しじゃないかって言われてるけど、一応ロゴは起こし直しをしました。実はですね、普段であれば僕、ワードベンチのスタッフとかもやってたんですけど、今回すごく忙しかったのか、気を使ってくれて全く声がかからなくてですね、寂しいなと思ってたら、3週間ぐらい前に大曲さんからこれをやってくれと言われて、大慌てで、調べ直しをして今日のスライドを作りました。で、オデッセイという名前で活動をしておりますが、なんか先ほどナオさんもワードプレスの歴史的なものをやっていたので、僕も7年ほど前にワードプレスを、コミットし始めたという感じですね。で、先ほど出てきたかどうか忘れましたけど、 0.95 というバージョンを教えてもらっていて、でその時に実はスパナのマークの某 CMS を使ってたんですが、もうちょっとロリポップではかなり重かったので、これを研究をし始めて ME の 2.0 版を、使うことで乗り換えをしたような感じです。でその後にワードプレスのオフ会が実はありまして、合計3回あったと思うんですけど、2回目が東京で行われて、その時に、数日前に奈緒さんと会ったと思うんですけど、奈緒さんと会い、その後1年後に岡山まで焼肉を食べに行くというのが非常に楽しかったので、その後もワードプレスのコミュニティに参加をさせてもらっている次第です。でわざわざ岡山まで行ったからかどうかは分からないですけど、ちょうど先ほどあった JAWordPress.org を作るときに公式日本語サイトの運営チームと、あと日本語版作成チーム等々に、招いていただいたというので、今に至るという感じです。で、8ビットオデッセイというサイトを、これワードプレスでやっているんですが、そちらのサイトを普段は、最近は更新してませんけど、4月19日以来更新してませんが、やっていたりとか、あとは、Facebook も最近つぶやいてませんが、やっているので、よかったらいいねを押してください。で、ちょっと前になりますが、結構多くのワードプレスの、重鎮の方たちと、プロが選ぶワードプレス有料プラグイン辞典というのを、一緒に書かせていただきました。というわけで、よかったら Amazon で買ってください。Amazon じゃなくてもいいです。であとは、ドラクエ10をやっておりまして、その中でワードドラクエ2というチームを作って、やっておりますので、もし遊んでる方がいたら一緒に遊びましょうという宣伝でした。で、ワードプレス 3.6 です、これは記念すべき10周年記念のリリースみたいな感じになっておりまして、5月の3日にベータ3ですね、ベータの3つ目のベータ版が出たところになるんですが、見えるかどうかわかりませんけど、ここに本当はリリースデートが書いてあってですね、5月の20日って書いてあるんですけど、打ち消し線で消されているというような状態で、先ほども奈緒さんがおっしゃってましたけど、リリース日が、リリース日どころか RC 版ですね、リリース候補版すら決まっていないという状態で、だいぶ遅れております。というわけで、画面は開発中のようです。で、というわけで WordPress ベータ3が一応出ていたんですけど、ベータ3版をダウンロードしていじってみたという方どのくらいいらっしゃいますか？あ、よかった、少ないの。いじった方は今日の話をもう分かっていると思うので、今日の夜出るパーティーで出てくる美味しそうな食事の話でも考えてください。というわけで、ワードプレス 3.6 のゴールになるんですけど、コミッターの一人のマークです、マークジャクイスというところで、僕の読み方は分からないですけど、合ってます？間違ってる？ジェイクイス、読みづらいですね。そんな名前言ってる場合じゃないですけど、ジェイクイスさんが、メイクワードプレスコアっていう、ワードプレスの本体を開発するための情報交換とかアイデア出しをしているサイトの方に、この 3.6 のゴールを書いているんですけど、英語なんで日本語に訳してみると、 3.6 のために提案したいテーマというのはコンテンツ編集だと、そこに特化をしたい、特に編集であったりとか、編集のワークフロー、これはあれですね、例えば会社なんかだと決済の流れを作ったりとかすると思うんですけど、まずは担当者さんがこう文章を書いて、
で課長さんが確認をして部長さんが確認をして社長が OK って言ったから、まあ、公開できるみたいな、例えば決済5人とかそのような流れがあると思うんですけど、そういったものを移動しています。であとはリビジョンで自動保存で集中執筆モードについては、どうもなんか変更があんまり目ぼしい変更が見られなかったので、そんなに変わってないのかなとは思っていますが、そういったものについて考え始めたいというのを1月ぐらいに書かれていたという感じです。なのでこれがゴールなので、 3.6 としてはコンテンツ編集を、よりしやすくするといったものが、ゴールになっているようです。でというわけで、まあ、お品書きなんですけど、今日はこんな流れで、お話をしていきたいと思っています。写真撮られている方もいるのでちょっと待ちます。ただですね、この中の、先ほど申し上げた編集ワークフローについては、まあ、こういうのが入りますよっていうのが1月ぐらいにいろんなメディアであったりとか、まあ、テック系のメディアに取り上げられていたんですが、またマーク・ジェイクリスさんがですね、ドロッピングエディトリアルフローということで、これまあ 3.6 から機能を落としますというのを、実は報道っていうのもあれですけど、発表、いろんなニュースサイトで言われた1ヶ月後にはすでに落ちていたということで、2月に落ちてしまっています。いろんなコンセプトをまとめようと頑張られていたんですが、どうも形にならないというところと、まあ、3.6 もともとは4月ぐらいにリリースする予定だったということもあって、ベータのスケジュールを考えるととても間に合わないという判断をされたようで、残念ながら今回は落ちてしまっています。というわけで、これはお話しするところがないということで、消させていただいて、2013に見たいと思います。ただその前に、ダッシュボードなんか変わったところがあるのというと、これ実は 3.5、なんで皆様今多分使われているバージョンの、ダッシュボードなんですけど、いきますよ。3.6。3.5。3.6。ほとんど変わってないということですね。C で変わってるとすると、この辺で、バージョンが違うとか、12だったのが、13になっているとか、そんなとおりです。で、ダッシュボード自体はあまり変化がないと思ってもらえればいいかなと思ってます。ダッシュボードはそのままでだと。で、ワードプレス 3.6 の方の、これ外観、なんか先ほどアピアランスとかテンプレートとか言ってましたけど、そこの外観のところですね、選ぶと、まあ、過去のバージョンを保管する意味もあって、2010とか2011とか12とか、なんでこの順番がすごくわからないですけど、は入っています。で、2013がデフォルトのテーマになっているので、これが最初にマスターをインストールすると、これが出てくるという感じです。で、これを、適用すると、せっかくなんで、これローカルオートであるとか、そうですね、こっち側にも、ね。もしかして収まっていない、収まっていない気がする。うん、まあいいや。まあ、こんなような、ものになってるんですけど、バーっと基本的に、これ何を区切られているかというと、投稿フォーマットを使っていると、この背景の色が変わるんですね、その投稿を。で普通の投稿の場合は、まあ、真っ白っていうような状態になっているという感じです。でまあ、見づらかったんでちゃんと元に戻しますけど、まあ、こんなような形になっていて、まあ、今まではテーマの多くは、2カラムですね、2列に並んでたと思うんですが、これはデフォルトの状態では1カラムという形になっています。で、まあ、もちろんここに実は見えないサイドバーがあるので、ここにサイドバーにウィジェットをドラッグすればまあ、なるんですけど、基本的にはこういう感じになっていて、で、2012って言ったんですけど、2012もそうでしたけど、レスポンシブになっていて、あとは最近流行りのフラットデザインというんですかね、こう凹凸がないようなデザインになっているのと、あとジェネリコンって呼べばいいのかわからないですが、ベクター素材のアイコンが使われているので、この辺ちっちゃいですけど、カテゴリーのマークですとか、タグのマークだったりとか、固定表示をしているとか、金ですかね、だったりとか、いったようなアイコンは、拡大縮小をしても、きれいに表示されるようなアイコンが使われています。
で、フッターなんですけど、ここもウィジェットに、まあ、当たり前ですけどなっているんですが、このウィジェットが実は一番メインのウィジェットエリアになっているという感じなので、まあ、そもそもあんまりサイドバーを置くという認識がこのテーマではないのかもしれないですね。で、メインウィジェットはフッターになります。で、それから、外観のカスタマイズをした画面がこちらになるんですけど、あまり他のものとそんなに変わらないです。ヘッダーの文字色を変えることができるとか、あとはナビゲーションを、例えばここに置いたりとかっていうのを選べるっていうのは、大体他のテーマと同じなんですけど、ヘッダー加工に関しては、一応デフォルトで3種類用意されていて、まあ、なんかオレンジ、黄色が好きな人が作ったのかもしれないんですけど、そんなようなイメージをここで変えられるようになっているという感じです。で、なんか、ごめんなさい、僕もいつからだったかわからないですけど、さっき出てきたマットのサイトも、これ昨日からなんですかね、イメージチェンジというかテーマが変更されていて、でこの辺 の, あのアイコンの色合いとかを見ていただければ分かると思うんですが、実は、2013の5テーマになっていますので、これ ma.tt というのが出てきますので、ソース表示できるデバイスで見ていただければ、これが2013の5テーマになっていて、どういうふうに上書きしているかというのも参考にできるかなと思います。昨日の2時ぐらいに、気持ちが朝の2時ぐらいに出てきました。で、次ではリビジョンですね。リビジョンです。はい。リビジョンですよ。誰ですか、リビジョンフォールスとかしてるのはっていう感じなんですけど、まあ、僕も実はリビジョンあまり好きじゃないので、リビジョンを無効にしちゃってるんですが、リビジョン機能もちょっと変更が入っています。でこれがワードプレス 3.5 の、リビジョンだったんですね。赤いのが、まあ、書き直す前のもので、青いと緑のものが、新しく書き換えた内容というような状態になっていて、リビジョンを比較して元に戻したりとか、変えたところを確認できるというふうにできていたものです。で、これが、3.6 では、このように、まあ、削ったところをどこを削られたのっていうのが、まあ、なくなっているのが分かるようになっていたりとか、新たに追加したところはどことかいうのが、より分かりやすくなっているという感じですね。これで、あとは、先ほどはこんな形で、いわゆる表型になっていたんですが、ごめんなさい、つきましたね。ここのところに、まあ、インジケーターというかタイムラインみたいなものが新たに追加されていて、そこで、いつのものかっていうのを確認したりできるようになっています。よりグラフィカルになったかなという感じですね。そんなわけで追加削除の変更が分かりやすくなったのが今回のハイライトという感じです。はい、では続いて、リビジョンの下の各投稿ごとのリビジョンのところですね。これが 3.5 のものなんですけど、まあ、ユーザー名、ヘノヘノモヘジさんが何月に書きましたといったような表示だったので、3.6 になるとアイコンが追加されてます。これミステリーマンのままなんで分かりにくいですけど、複数人が編集をしている場合は誰かというのが、まあ、グラフィックで分かるようになっているということと、あとはタイムラインが比較的ツイッターのような形で何時間前に更新したのみたいなのが分かりやすく出るようになっています。というわけでリビジョンのアイコンと時間差というのが追加されるようになっています。はい、で続いてですね、自動保存と投稿ロックというものになっていますが、まあ、何が変わったのというと、自動保存をしてくれるの、もしかしたらオートセーブすらフォルスにしている方もいるかもしれませんが、そこもローカルストレージに保存はされるようになりました。一定間隔でサーバーと同期を取る形でサーバー側にデータが保存されるという形になっています。それからこれは新たにだと思うんですけど、 WP と Heartbeat API っていう、まあ、心臓の鼓動のことだと思う、まあ、うまくブラウザーとサーバー間を同期するための API が新たに追加をされていて、
まあ、細かいことを述べるとなんかすごく難しい話になるので端折りますが、この API を使うことによってこの後の投稿のロックといったものが実現されているそうです。というわけで、投稿ロックとは何ぞやという話になってくるんですが、これが 3.5 の時の、画面になっているんですけど、実はですね、投稿一覧では他ユーザーのコードがわからないということになっているので、実は僕がこの、写真投稿とかっていったような記事を別の、パソコンから開いていても、この画面上には何にも変化がなかったんですね。それが、WordPress 3.6 になるとちっちゃいから見れるかどうかわかりませんが、読みやすさのテストの記事の下に、現在、まあ、これ、ウィシーさんって別のアカウントだったんですけど、ウィシーさんが編集中ですというのが表示されるようになっているので、複数人で編集をされるサイトであれば、まずそもそもその記事に行く前に、あ、誰かが編集しているなというのが分かるようになっていました。またユーザーが編集しても確認ができるということですね。それからじゃあ実際に記事、各記事の中身に入ると、3.5 の時も、まあ、現在誰々さんが編集をしていますというのが高い、まあ、アテンションでもって、出されていたんですけど、これ、まあ、これさすがに気づかない人いないんじゃないかなという気がするんですが、より分かりやすく、3.6 では、まあ、このような画面が出るんですけど、まだちょっとこれ、ごめんなさい、日本語になってない部分もありますけど、まあ、今見ている、投稿はロックされているよと。これを引き継ぐのであれば、もともと編集をしていた別の方というのは、まあ編集できなくなるというのが書かれています。なので、この記事をプレビューをして中身を見るだけなのか、別の誰々さんから編集を引き継ぐのかというのが選べるようになったのが今回の新しい機能というところですね。で、じゃあこれ誰々さんが引き継いだ場合どうなるのかというと、引き継がれた側の人は、これまあオデッセイさんで僕が引き継いだ形になってるんですけど、引き継いで現在編集をしていますという形で、編集のバッキングを防止することができるようになりました。同じ方が同じ、複数の方が同じ投稿を表示をしていろいろ書き換えて、リビジョンがいっぱいにしましたみたいな事態は、これでもって避けられるようになってくるかなというところですね。あともう一つ、まあ、ワードプレスの画面を開いたままにしておいて、別の仕事が入ったりとか、まあ、ちょっと出かけたりとかすると、セッションが切れることがあると思うんですね。で、セッションが切れると、強制ログオフ、まあ、させられていたと思うんです、3.5 のでは。で、いちいちこの画面に、遷移し直して、ユーザー名とパスワードを打ってログインすると、ダッシュボードに行くとかまた、投稿画面に戻るとかっていう形で、一回この画面を挟んでいたんですが、これが、まあ、セッションが切れてもですね、同じ画面にこのプロンプトをですね、ログインするためのプロンプトを出されることによって、画面が変わらなくても、すぐその同じ画面から再ログインをして、編集を引き継ぐことができるようになっています。で、この画面が出るのに僕すごく大変だったんで、一日このパソコンを放置して、一生懸命この画面が出ないかっていうのを、やってたらやっと気の妙で出ました。なんでこれ結構大変、撮るの大変でした。はい、であとはですね、カスタムメニュー UI のところですね、これが 3.5 のカスタムメニューのところになっていて、項目になるものって3つ、まあ、完全に分割されていたような UI だったんですけど、これがですねアコーディオン式になっていて、これ今1個出てるんですけど、2つ目のものはもう閉まっている。リンクはとカテゴリーは閉まっている。というようなアコーディオン型に変わりました。っていうだけですね。何が違ったのって言われるとあれなんで、1回戻すと、こういうのがこうなりました。というところです。で、アコーディオン型になりました。で、次に投稿フォーマットの強化と UI というところですね。なんかおそらくこれが一番目玉に見えるんじゃないかなという気がしていますが、投稿フォーマットが強化されています。で、 3.5 まではテーマ依存になっていたので、テーマの方にここに書かれている
スティームサポートコストフォーマッツ、ほにゃららほにゃららということでサポートしてもらいたい投稿フォーマットを書き連ねないといけなかったんですけど、これがネイティブ機能というのもなんですけど、本体そのもので、常に有効にしてくれているという形になっているので、これ書かなくても、投稿フォーマットは使えるというような状態になっています。ただ、まあ、テーマ作者の方だったりとかは、広報互換を持たせるということを考えると、まあ、念のためテーマに、これは今後も書いておいた方が無難かなと。皆さんが作られたテーマが、もしかしたら 3.5 とか 3.4 で使われるかもしれないということも考えるとこれは必要かなと思っています。というのもあるのか、今のところベータ3版の、2013ですね、デフォルトテーマの2013では一応これが入っているんですね。ただこれ削ってもちゃんと使えるというような状態になっています。でじゃあ、フォーマットの UI はどの辺が変わるのかというところなんですけど、今まで 3.5 だとこの右側のところにホロホロンとフォーマットという形で用意されていました。まあ、ビジェットでこっそりとあったのであんま使ってないという方もいるのかもしれないんですが、これが 3.6 になるとこう上の方にババーンと出ていると、アイコンで選べるようになっていて、先ほど申し上げた通りこれ本体で機能を持ってますので、特段何もしなくても必ずこれが表示されてくるという形になっています。でこれが今スタンダードというのが標準なので、スタンダードの場合は普通の今までのブログ記事と全く変わらない状態になっているので、タイトルがあって、投稿内容があってというものですね。で画像を選ぶと上のところに画像をアップロードしてねという形で画像をアップロードするためのアイコンが出る。でギャラリーであると、まあ、ギャラリーをこの下にメディアを追加から追加してね、これ若干不自然な気がしますけど、こういうふうになっていて、でリンク、リンクだとこの一番上のところに、そのリンクを入れてよねというふうに、あ、や一番上じゃない、2番目か、タイトルリンクですね、リンク URL 入れてるよねっていうふうに促してくれる。でビデオ、動画ですね、動画の場合は、動画の URL をここに貼り付けるか、メディアライブラリからアップロードという形になる。で、オーディオも同じですね。音声を埋め込むコードを書いておくか、メディアライブラリからアップロード。だんだん長くなってきたので、もう見ますけど、ステータス。これはどちらかというと、Twitter のつぶやきのようなのをイメージしていると思うので、なんだっけ、タイトルが消えていると。で、クオート。の場合はこれ引用なので、出典どこどこですみたいなことをわざわざ書けるようになっているで。であとはアサイドですね。まあ今その他のコンテンツなんですけど、これの場合はまあ普通の状態で、その他のコンテンツなので概要とかがついているというような感じになっています。まあ、これが今までいっぱいバーッと見てきましたけど、その投稿フォーマットによって編集画面が、ダイレクトに変わるというような状態に今なってきています。で、最後にコンテンツ編集の強化点というところを、お話ししようかなと思っているんですが、まあ、先ほどの投稿フォーマットの動画を、使って動画をここにアップロードしてみたんですね。でちょっと見えるかどうか分かりませんけど、動画アップロードすると自動的に動画の読み込みコードというのを生成をしてくれるんですけど、この生成した動画コードは、まあ、ビデオタグになっているので、HTML ファイルのビデオタグが、もう使われるようにこれになってきています。で、当然埋め込まれたこのビデオもビデオタグで埋め込まれていますし、同じようにオーディオですね、これは音声を MP3 ファイルを入れてみたんですけど、 MP3 ファイルをここに入れた場合も、この表示は、オーディオタグですね、 HTML5 のオーディオタグで埋め込まれるような感じになっています。あとは、まあ、スカイプとか IRC、 IRC をまあ皆さんが使われているかどうかちょっとわからないですけど、スカイプや IRC の、ログからこれコピペしてきたんですけど、まあ、チャットっていう投稿フォーマットがあるので、別にこれがなくてもちゃんと表示されると思いますが、テキストの方に選んで、でスカイプや IRC から会話の内容をコピペすると、
これ記事の画面なんですけど、記事画面できちんとパースしてくれるんですね。誰々さんが、発言しました、でそれはいついつですよっていうのがきちんとパースして表示されるようになっているので、会話のログなんかを載せるという用途にはすごく便利になっているかなといったような、編集の強化点というところがあります、はい、で今現在これ昨日の夜撮ってきた3.6 の、チケットという、直さなければいけなかったりとか強化したいポイントをこういっぱいバーッと並べたものの、数なんですけど、734のチケットはうちの 72% までは今クローズされるという状態になってきているので、この 72% をどう見るかは、分かりませんが、一応カンニング数といいますか、といったような内容が、3回目にも、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次は、15分ほどの休憩を挟みます。一つちょっと注意事項があります。会場を出られる際にですね、喫煙や買い物なんですけど、なるべく避けていただくようにということでお願いします。というのはゲストカードを、返さなきゃ、戻さなきゃいけなくて、その後にまた入場されたときに名刺を、ちょっとスタッフの方でも、なかなか対応しきれないところがあるということなので、なるだけ、このセリアルタワーなど、から出ることはちょっと進めていきたいなということをお願いします。休憩になります。Thank you.